M101 は大熊座にある渦巻き銀河その姿から回転花火銀河とも呼ばれる双眼鏡では条件が良ければ大きく広がった円形で濃淡のない光半として見えるという合計8センチメートルの望遠鏡の低倍率で濃淡が見えるが双眼鏡の方がかえってよく見えるとする意見もある マラスは、合計10センチメートルの望遠鏡で観察して、低倍率が有効。中心部が、ふわふわと銀色に輝く。まるで星雲状物質に取り囲まれているとした。ジョーンズは、合計20センチメートルの望遠鏡で観察して、小さいが角ははっきりとする。1から2個の明るい箇所がある。西と南西の開いた、分岐中のものかもしれないとしている。 ヒューストンは10インチ望遠鏡で見て、明るく輝いて大きな分岐を暗示するが、初めて見る人はそうは思わないだろうとした。合計20センチメートルで腕の部分のほのぼしが観察できるという。合計30センチメートル以上になると腕の構造がわかり、腕の部分で輝いているところを観察できる。これらには NGC ナンバーが振られているものも多い。 NGC5447、NGC5455、NGC5461、NGC5462 が同視野に見えてくる。また、周囲には、NGC5471、NGC5422、NGC5473、NGC5474、NGC5485 などの共銀河があり、 それらも見ることができる。1909年には超新星が出現し、マックス・ウォルフによって発見されている。その後1950年に17.5等、1970年8月には11.7等、2011年8月の合計4個の超新星が出現している。2011年に M101 に生じた矢形型超新星の SN2011、フェは、 地球からの距離が近いにもかかわらず、爆発する白色矮星の晩星である赤色巨星が見つかって、おらず、新しいタイプの超新星爆発であると考えられている。1781年5月27日にピエールメシャンが発見した。同年シャルルメシエは星のない星雲で非常に朦朧として綺麗。 K は6あるいは7。牛飼いの左手とオコグマの王の中間にある。視野の十字線が光っている時は難しいと記している。ウィリアム・ハーシェルは、まだらのある星雲上、ジョン・ハーシェルは、かなり大きく明るい不正円形。スミスは1844年、拡散した輝く物質からできている。というよりむしろ巨大な星飼いからできた球状の星団の一つ。 計り知れないほどの距離1855年には青白い星団で条件が良ければ大きくより広がっている。ごくかすかだが中心部はよく光っているとした。ロス卿は大きく過剰。かすかで数個の腕が出ており、中心部の結び目は少なくとも計14とした。彼のスケッチにははっきりと過剰な腕が描かれている。ありがとうございます。